列車から見た事故現場2009年ワシントンメトロ列車衝突事故はアメリカ合衆国ワシントン DG のノースイーストで2009年6月22日の午後のラッシュ時に発生したワシントンメトロのレッドラインの南行き列車同士の事故である走行していた列車が前方に停車していた列車に追突し追突した列車の先頭車が停車していた列車の最後部にめり込んだことで 追突した列車の運転手と乗客8人が死亡した。数名の乗客が数時間にわたり閉じ込められ80人が負傷した。東部夏時間の2009年6月22日、月曜日午後5時3分、レッドラインの南行き列車が別の南行き列車に追突した。グレンモント駅からシェイディグローブ駅へ運行していた第112列車が タコマ駅とフォードトッテン駅の間で停車していた第214列車の後尾に追突し、第112列車の先頭にいた運転士を含む少なくとも9人が死亡した。第112列車の先頭車両は、第214列車の最後尾の車両にめり込み、多くの人が車内に閉じ込められて、救難要員がはしごを使って救出しなければならなかった。100人以上が負傷し、 このうち数十人は自力で歩ける程度であった。レッドラインの運行はフォートトッテン駅とタコマ駅の間で中止され、またニューハンプシャー通りが通行止めとなった。生存者は事故の様子をコンクリートの壁に衝突したようであったと表現し、また車内は煙と埃で満ちて、すぐにドアが開かなかった時には乗客にパニックが起きていたとしている。 ワシントン DC の消防局長、デニス・ルービンは当初運転手を含め死者は4人で、負傷者は74人、14人は中程度で6人は重傷としていた。死者のうち5人は列車の残骸の中で発見され、6月23日の朝に現地から搬出された。合計9人の死者が確認された。追突した列車の運転手が事故で死亡し、他の8人の乗客の死者は、 両方の列車に分散していた。ワシントン首都圏交通局のゼネラルマネージャーである、ジョン・ケイトは、事故の原因は不明であるが、鉄道網は安全であると述べた。国家運輸安全委員会が調査を開始した。NTSB のデビー・ハースマンによれば、午後のラッシュの方向とは、逆向きのワシントン方面に向かっている列車であったため、ラッシュ時の列車としてはあまり混雑していなかった。事故調査官は、 運転手のミスやブレーキの故障、コンピュータ化された信号システムの欠陥やこれら3つの組み合わせなど事故の原因の可能性を調査している。ラッシュ時の運行では列車は加速と減速を制御するコンピュータによって運行しており、いかなる衝突も自動的に防がれる。しかしながらこのシステムは少なくとも過去に1回衝突事故を防ぐことに失敗している。列車には 事故が迫った際に運転士がかけることのできる手動の非常ブレーキが備えられていた。そして関係者によれば手動でブレーキがかけられていたとしている。ブレーキシステムが故障していたかあるいは運転士がブレーキをかけたのが遅すぎた可能性がある。追突した列車の先頭車は定期ブレーキ検査の期限を2ヶ月過ぎていた。6月22日の夜の記者会見でケ統は 停車していた列車の最後尾の車両は2001年に営業を開始したシーフ製後0 0 0系車両で追突した列車の先頭車両はローインダストリー製1000系車両であると述べた。1000系車両はワシントンメトロが最初に開業した1976年に運行を開始しており、1990年代にアンサルドブレーダーで直流モーター制御から交流モーター制御に更新され、 内装を改装されている。ブランチアベニュー基地にいる5000系、車両を2006年に、NTSB は1000系車両は、破滅的なめり込み型の衝突事故に対して脆弱で、前後方向の衝突で旅客の生存スペースが、完全になくなってしまうと述べていた。2004年に、ウッドリーパークズー、アダムスモーガン駅で起きた1000系車両が、他の車両にめり込んだ事故の後、NTSB は、 全ての線形車両の改良を推奨していた。線形車両には、事故時に車両が乗り上げてめり込んでしまうのを防ぐ、アンチクライマーが装備されていたが、なぜこの装備が意図していた機能を、これまで発揮できずにいったのかは分かっていない。2006年のプレス発表で、NTSB は線形車両の早急な運用終了を求め、あるいは6000形車両に匹敵する。 対衝撃性衝突保護を備えるように早急に改造することを求めていた。これに加え、線形車両は事故の際に原因を分析するために用いるデータレコーダーを備えていない。記者会見中、系統は線形車両の使用を中断する現時点での根拠はないと述べた。わまたは、後に追突した列車のすべての車両は線形車両であると確認した。 6月24日、ワマタは調査が進展しても数週間から数ヶ月にわたって原因は究明できそうにないとするプレスリリースを発行した。事故の24時間後、NTSB は運転手が手動で非常ブレーキを作動させていたことを示唆する証拠を確認した。これに加えて追突した列車は自動運転モードになっておりソフトウェアが列車を停止させられるはずであった。 事故後すぐに消防士と救急隊員がタコマ駅に出動し、そのすぐ後に実際の事故現場に到着した。消防局長のルービンは最初の9から1から1通報では事故の規模が小さく伝えられ、消防士が現場に到着した後に大規模事故対処チームが派遣されたと述べた。2時間以内に3回の出動警報に応答して200人以上の 消防士が現場に派遣された。救助関係者は6月22日の夜を通して活動し、クレーンと救助用重機材を用いて閉じ込められた、旅客を救出し、遺体を捜索した。ブッシュ前政権で国土安全保障省の関係者であり、今はジョージ・ワシントン大学で国土安全保障政策の研究をしているダニエル・カニエフスキによれば、緊急事態への対処は、 冷静で秩序だったものであり、アメリカ同時多発テロ事件以後アメリカの緊急事態への対処が様々な事件を通じて大きく改善されたことを示しているとしている。事故の日の夕方、ロードアイランドアベニューブレントウッド駅で大行バスへの乗車を待っている通勤客。事故により、グレンモント行き列車から乗客は降ろされ、ロードアイランドアベニュー駅まで戻って、そこから シルバースプリング駅まで代行バスに乗車した。事故から1日以上経ってもレッドラインの遅れは続いている。事故により調査と残骸の除去が完了するまでシルバースプリング駅とロードアイランドアベニュー、ブレントウッド駅の間で運行が中止された。少なくとも6月23日中はこの区間は普通のままと見られている。アムトラックとマークも事故現場の脇の線路を通っているので、 ワシントン市長のアドリアン・フェンティは東海岸全域が大きく影響されるだろうと述べた。閉鎖された区間を代行するためにバスが運行されているが通勤圏は大きく影響を受けている。アメリカ連邦政府はワシントン首都圏地域で働いている連邦職員を6月23日には可能であればテレワークにしようとしている。運行再開後は ヘッドラインはとても混雑することが予想されており、当局は乗客に対して代行バスを利用することを推奨している。事故で影響を受けた駅間を結ぶ代行バスは長時間の遅れが見込まれている。追突した第112列車は全て1000系の1079、1078、1071、1070、1130、1131番で構成されていた。 停車していた第214列車は、アンサルドブレーダー製3000系と、5000系からなる3036、3037、3257、3256、5067、5066番で構成されていた。ワシントンの中央コンピュータシステムと通信しながら自動的に運転する自動列車運転装置及び、 自動列車制御装置という車上装置によって制御されていた。ありがとうございます。